新湘南バイパス新湘南バイパスは神奈川県藤沢市から茅ヶ崎市、平塚市の市街地を迂回して神奈川県中郡大磯町に至る国道1号のバイパスで中日本高速道路株式会社管轄の一般有料道路である自動車専用道路に指定されているため排気量 125cc 以下の二輪車は通行禁止となっている 藤沢インターチェンジ IC 茅ヶ崎ジャンクション JCT 間は首都圏中央連絡自動車道圏央道の一部を構成するが千葉東金道路に行区間のように道路名は変更されていないため本記事では別の道路として扱う高速道路ナンバリングによる路線番号は圏央道の一部を構成している蒸気の区間を圏央道と同じ C4 それ以外の茅ヶ崎 JCT、新湘南バイパス大磯 IC、京中、暫定共用館は、清湘バイパスとともに E84 と各区間割り振られている。IC 番号欄の背景色画である部分については、道路が共用済みの区間を示している。また、施設名欄の背景色画である部分は、施設が共用されていない、または完成していないことを示す。 未開通区間の名称は仮称。未開通区間の距離は、設計、都市計画時の距離であり、共用、開通時の距離は異なる場合がある。茅ヶ崎海岸 IC から西へカーブして、湘南大橋へ向かうルート上には、ゴルフ場がある。そのゴルフコースの移設先となる用地を確保するため、相模川河岸スポーツ公園を、茅ヶ崎市柳島向き河原の地区へ移する計画が、 建てられ、2018年3月25日には、移設先の柳島スポーツ公園が開園している。国道134号の湘南大橋は、上下2車線での暫定供用を経て、2010年3月28日に、上下4車線で開通した。高浜台交差点移成は2車線のままであったが、神奈川県はバイパスが延伸されるまでの暫定措置とて、 高浜台交差点異性の4車線化を決定。2015年3月に工事が完了し、供用を開始した。この事業は新湘南バイパスとは直接関連なく、あくまで国道134号の国道整備の一環である。新湘南バイパスの4車線は、湘南大橋の上り線上部に覆いかぶさるよう増設される計画だが、詳細設計の見直し、 耐震性の問題等が終わっていないため、着工の見通しは未定。完成すれば、現状の一般道路を含4車線から自動車、専用道路を合わせた8車線に拡大され、ボトルネックが解消することになる。湘南大橋より、西の区間では、地元住民の反対、構造の安全性や景観が悪くなる等が根強く、着工に至っていない。ただ、国道1号、 国道134号の慢性的な渋滞のため、建設を望む声は、平塚市民も含め周辺住民より多数存在する。反対派住民からは、半地下構造が提案されたが、海岸に近く側も多い地形で、技術的に容易でないことから、国側は難色を示している。横浜国道事務所は、暫定4車線化の結果なども踏まえ、 新湘南バイパスの延伸部分の詳細な設計を検討するとしている。なお、ネクスコ中日本や茅ヶ崎市では、新湘南バイパス未開通区間の供用開始予定を2023年度としている。24時間交通量、大道路交通センサス。2016年4月1日改定。かつては普通車、大型車及び特大車の3車宿分であったが、首都圏における、 料金体系の整理、統一の方針により、2016年4月1日、高速自動車国道と同じ5車宿区分に変更された。普通車の料金は、従前のままとされたが、車種間料金比率が見直されたことにより、軽自動車、二輪車のみならず、大型車及び特大車も、値下げとなった。区間制、単純支払い方式、高速道路機構との協定による、 料金区間及び各区間の料金の額は次の通り、共用済みの区間のみを記す。また、消費税転嫁にかかる調整を行っている。茅ヶ崎西 IC 茅ヶ崎海岸 IC 間のみの通行はできないため、茅ヶ崎海岸 IC 発着の場合は、2区間の料金の合計額が必要となる。また、支払いも区間ごとに分けて行う。 藤沢 IC 茅ヶ崎 JCT 間は、高速自動車国道の大都市近郊区間、茅ヶ崎 JCT 茅ヶ崎海岸 IC 間は、同普通区間の料金水準とした、大距離制になる。ただし、従前の料金を上限とする。茅ヶ崎 JCT を経由して、県王道と連続走行する場合、固定額、ターミナルチャージも合わせて1回分となるが、長距離低減は適用されない。 2009年3月に、早朝夜間割引、平日夜間割引及び休日特別割引が導入された。これらが廃止された2014年4月からは、深夜割引と休日割引が適用される。大都市近郊区間扱いであるが、例外的に、休日特別割引は、終日後割引で、休日割引の対象になる。圏央道と同じく、 ETC2.0 搭載車に限定して適用される割引が2016年4月1日に導入された。なお、これらの割引は料金所通過時の料金通知には反映されず、請求時に割引後料金となる。自動車専用道路 BR 一般道路、BR 東京方面、藤沢バイパス、横浜湘南道路、首都圏中央連絡自動車道から新湘南。 バイパス、青少バイパス大阪方面。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。